うわっ、また出やがった。そいつが吉岡ですよ。吉岡って面じゃねえよな。こいつは失敗作です。被験者と薬の相性が悪いと矢花抑止になる典型です。ちょっと見ててください。すげえ。青山さん、ここは任せてください。おう、頼む。こっちだよ吉岡君。蜂の巣にしてやるからさ。深追いするなよ。いいから早くここから逃げてください。わかった。急いで。おう、またしたな。クソが、失敗作とか薬害実験とかよ、この町は何なんだ。あの抑止は池川を守ってるのかも。吉岡の思いが強いからなのか、抑止の本能なのか分かんないですけど。そんなセンチメンタルなもんじゃねえぞ。それにあいつは抑止になりきれなかった失敗作だ。失敗の烙印を押されたなんて、存在そのものを否定されたってことだろ。けどよ、そんな悲運なやつでもだ、単に人を殺戮するだけの存在だ。残された遺族たちがいるってのが真実だ。悲痛なんて言葉は生優しい。失敗した抑止も人間、これも一つの真実。何にせよむごい事件ですわ。抑止、俺は何かの力に引き寄せられているの